皆さんこんにちは、イマンです。この動画へようこそお越しくださいました。本日も前回に引き続きまして、エスコさんを、黒田エスコさんですを占わせていただこうと思います。前回の占いでは、実は私もリーディングの途中からかなり動揺をしておりまして、なるべくそれを出さないようにしていたんですけれども、後からもう一度見直してみましたら、いや、かなり動揺が出ていると思いました。で、同じようにお感じになられた、ご視聴者様もいらっしゃったようで、かなり多くの方から、ちょっともう一度、今度は思念ではなくてカードに聞くという形で同じ質問をしてみてもらえませんかというリクエストをいただきました。でも動画といたしましては、同じ質問でもう一度というのもなと思いまして、私はお部屋の中で一人で、すぐにまた占わせていただいたんです。そうしましたところ、結果はもうほぼ全くと言っていいぐらい同じものでした。で、全く同じカードを引くということではないんですけれども、もう内容が同じでした。で、ちょうど他のご視聴者様から、別のリクエストを頂戴いたしましたので、今度は、同じエスコさんなんですけれども、こちらはエスコさんのお母様 JKG 様に対する思い、そしてこちらが、エスコさんが利宮様にティアラを貸された時の思い、そしてこちらが、エスコさんの皇后様への思いということを、占わせていただこうと思います。これでまた何かが見えるかなと思っております。それではいつものように緊張とリラックスで丁寧に読み進めたいと思います。始めさせていただきます。まずはお母様への思いです。10番逆、レッドカーペットが逆ですね。となりますと、これは新しい発見。でも新しい発見というのは発覚だと思います。発覚、あまりというか良くない言い方なんですけれども、国民もいつまでも騙されていないということで、国民がいろいろ発見してるんですよね。新しいことが発覚されてきている。でそれに対してなんですけれども、あなたがこれまで選んできた道というのを、再考させる、再び考えさせる、そして結果新しい方向性を探すことになるかもしれないと思っておられる、そんな感じです。いやおなく、これまでのこれはもうできないとなると、新しい方向性を探すことになるかもしれない、そんな感じですね。あと失敗です。レッドカーペットの逆ですので、失敗と思っておられる、あと行き詰まっている、運がない、現在だと思うんですけども、運がないと思っておられる、そんな感じですね。次いきます。今回も勘に従いまして、いろいろと同じカードを何回も引いたりもしているので、ちょっとその順番通りに行かせていただきます。 Thought House Baby だ。 Baby か。この Thought は重大な決心をしなくてはならない。このベイビーがどうも気になるんですよね。子供、この子供というのはアーミア様でしょうか。重大な決心をしなくてはいけないというのはその時のことなんでしょうか。なんとも。ただこのハウスというのは、カードの意味からしましては、今は比較的静かな平穏な状態であると、その間に落ち着いて正常な状態に戻すべきだと、こんな感じなんですよ。なのでこの1枚目と合わせますと、かなりいろんなことが発覚してきている、そんな感じ。でも、今は比較的静かな状況なので、その間に
落ち着いて正常な状態にというか前のような状態に戻すようにしなければいけないとか重大な決心をしなくてはならないとか思っておられるのかなと。でもこのベイビーは新しく生まれる子供のこととかではなく私は宮様のことのように感じるんですけれどもと感じるんですけどもね、ちょっと他も見させていただきます。これかリビングルームですね。これはタイムカードなんですよ。重要なタイムカードですね。何か嫌なことか危険がこれから24時間から4週間の間に起こる、もう差し迫っている、そんな感じなんですよ。それなのかな、今静かな間に、落ち着いて正常な状態に戻すようにしなければいけないと思っておられる。何が起こるのかな、何かが起こるから差し迫っている、何か嫌なこと危険が差し迫っている、重大な決心をしなくてはならない、それを知らせているというか、なんかそれを思っておられる、知らせるのではないですよね、思念ですので思っておられるということになる。それかこのカード自体はご自分が安全だと感じられる場所っていう意味があるんです。何か心の内側の家のような、そしてプライバシー、なので、お母様というのはエスコさんにとっては、リビングルームのように、安全だと感じられる場所、そして、ご自分の心の内側にある家、そんな感じで、プライバシーそのもの、そのように思っておられるとも取れます。次いきますね。トラップの逆ですね。これは真実を隠すためとか何か目的を達成するための欺瞞、そんな意味があります。何かお母様がそういうふうになさっている、それかなさってこられた、なさろうとしている、そんな感じで思っておられると思います。真実を隠すため、何か目的を達成するための欺瞞、それと、お母様のご自分の関心のための小さな口実、何か口実を作ってるんですけれども、それは実はご自分の関心のため、興味のため。あとはね、なんかまた謎解きみたいですけど、このカードはもっともらしくないとか本当とは思えないとか信じがたい剣なんですよ。何かおっしゃっておられることとかがもっともらしくない、本当とは思えない、信じがたい剣だなと思っておられる何かがある。あとは不当なとか、不相応な利益、これお金のことですね。あとはね、大きな影響を与える敵なんですよ。で、大きな影響を与える、あとね、このカードの意味なんですけれども、過去の何か過去にされたことのが、不平のもの元とか、あとはね、不当な扱いを受けたことに対する怒りとか腹立ち、そういう意味があるんですよ。過去に何かされたことがもう不平のもとになっているご自分の中で、あと不当な扱いを受けたことに対するその怒りのようなものがあるっていうことなんですよね。で、人物像としましてはものすごく身勝手で不実な人ですね。欺瞞、そんな感じ、欺き騙す、そんな人と思っておられる、
そんな感じが出てますね。このカード本当ちょっと謎解きのようなので、でもね結構いいヒントくれるんですよね。これいきますね。出ました。 Without you knowing ですね。Young blonde man です。これはもう見た途端思います。これもうこれどう言ったらいいでしょう。ベイビーのことですね。これ間違いないです。これ Without you knowing、 あとねここ carefulness なんですけども、ちょっとね注意が必要ですよという感じです。あなたの知らないところで、ね、あなたの知らないところで、でこれが Young Blonde Man なんですけど、裏へ返せばこれ Lover なんですよ、恋人。そしてもう Death なんですよ。なのでご存知ですね。でそのことを思っておられる、もうそれだと思います。それですね。これもう死終わりですよ。この方もピシッて出されますよね、次いきます。 Thief Pleasure Seekers よく出ますねこれ、JKG 様に。で Friend、 これはまた何のことかな。泥棒っていうのはなんですけれども、盗む、奪う、こっそり忍び込んでいる、そんな感じですね。でこれはもうね、遊び好き、遊び人、遊び仲間、グループ。そしてこちらは、友人という意味なんですけれども、実質は味方とかサポートとかそういう意味なんですよね。これは何かな、こんなことをしておられるっていうことなのかな。でこの味方サポートはエスコさんだと思うんです。味方とサポートしておられた、おられる、これからもする、そんな感じなのかなと思うんです。でこれは忍び込んでいる、何かを奪っている。でこちらは仲間ですよね、あんまりいい感じのしない仲間ですよね。でそれの味方サポートをしている、ご自身が、そんな感じですよね。それかなさってきたということなのか、何を奪ったんでしょうね。それか、この絵から本当に感じられるこのコソコソっと忍び込んでいるような感じ、このことを言ってるのかもしれないです、絵からかもしれないので、次見ますね。再びこれなんですね。 Sweetheart ですね。 Sadness Judge、 これね、これもさっきのあれですよ、もうWithout you knowing ですよ。これもうこのことです。やっぱこのことがすごく出てます。これ恋人なんですよね。先ほども恋人でしょ。これ恋愛関係と恋人のカードなんです。でこれはもう悲しんでいる。これはエスコさんだと思います。悲しみともう不幸、もう悲しさですよね。でこの審判もジャッジもこれはエスコさんのお気持ちだと思います。もうね、審判とか裁くって感じなんですよ。あと鑑定士とか裁判官とかそんな意味もありますので、もうねこのくしくも横に並んでますけどこれですよ、これだと思います。でもう心、お心の中でもう裁きを行っておられるような感じ、それが出てますね。出てますとなるとですよ、これもしかしたらこの3枚も全く私が今申したこととは違っていて、このことに関係することなのかもしれないですね、忍び込んできた人とか、もうこんなもん遊び人、で味方サポート、友人の顔をしている、そんな意味かもしれないんですよね。なんかこう出すもの出すもの、それを伝えるんですよね。やっぱりこれが強いんですよ、しっかりあると思いますよ、お母様への思いの中に。では最後の3枚いきますね。
ストークか。スピリット。この山は直面する障害、あと遮られるとか支障をきたすとか、こう言っても山があるので後戻りさせられるとか、何かが遅らせられる、何かがこう当たって問題となる、そんな感じもあるんですけれども、隣がねいいカードなんですよ。まあ、これ言ったらみんないいといえばみんないいカードなんですよね。なのでこの山の意味もそれほど障害という意味ではないような感じもするんです。なんかね、今回も、前回の占いでアーミア様に対して出た、ベア、クマのカードと同じで、なんかねこのエスコさんにとってはこの JKG 様というのは、ね、いい意味で重みがあるんですよ。いい意味でもう存在感が終わり、そしてこうもう固まっていて動かないことを表している、うん、固まっているんですよ。これは何か、やっぱりねすごい影響を与えている感じがします。エスコさんもう影響を与えられてお育ちです、なんかね固まっていて動かないんですよ。もうご自分の芯を作っているのがこの山のような感じがします。でこちらのストークは、これはね居住地とか住居における変化っていうことも意味しますので、今本当にちょうど住居移ったところなのでそのことかもしれないですし、もう一つはこれと当てはめますとちょっとね妊娠とか出産の意味があるんです。ここでベイビーも出てますのでそれもあるのかなとも思いますし、あとはね立ち直りとか回復とか復帰という意味があるんです。なのでそれもあると思います。このね居住地変化する、お引っ越しなさった、もうそこからが立ち直り回復復帰、なんかそんな感じに向かっていっている、そういうイメージなのかもしれないですね。うわー、でこのスピリットはこれもねこの山をね裏付けしてます。なんかね一人ではないんですよ。エスコさんがお一人の時も、お母様はいつもいつもスピリットのようについているんですよ、霊のように。でなんかねいつも、物事を考えたりする時にはそのスピリットを通していると思います。なんかいつもスピリットを通して答えを聞いているとか、あとねそのお母様の正当性というものを信じてます。それがあります。もちろんこの件においては絶対的にもうすごい反発感じます。でもそれこそ嫌悪してると思います。でももうこのように育ってしまっていますので正当性は信じておられると思います。お母様のおっしゃることは正しいような、そんな感じでいつも直接ご本人には聞かなくても、あお母様だった、何かご自分で考えているようなんですけど、実は必ずお母様のスピリットを通していて、あお母様ならこう考えるだろう、こう言うだろうとか、そういうのがそのままご自分の答えのようになっているっていう感じがします。目に見えない影響、それはこの方の直感にまで影響していると思います。何かパッとご自分では直感を得たように思っていても、実はちゃんとお母様を通している、そんな感じがねします。すごい影響を受けていると思います。はい、ではここまでにしておきます。次ですね、ここまでですよね。はい、次は年宮様にティアラを貸された時の思いです。27番が逆、となるとこれはね公正さとか正義を表したりするカードなんです。なのでこれ逆になっていると公正とか正義がないと思っておられたことになるんです。となると大体において公正というのは公平で偏っていないことを言いますよね。ということは裏を返せば逆さなので不公平であると思っておられたということになるんですよ。
なのでこれは利宮様のティアラのことを不公平だと思っておられたんではないでしょうか。アーミヤ家のお嬢様方と比べたりとか、そんな感じではないかなと思いますよ。これ公正正義がない。あとね、逆になっておりますので、ごまかすための策略とか手口、あと欺瞞、嘘、法を無効化するとか、そんな意味があるんですよ。これなんせこうなっていると法そのものなので、もうこうなると法を無効化するぐらいの意味があるんです。何のことをおっしゃっているのか。ただなんかこのカードからはっきりしているのは、利宮様のティアラのことに関しては不公平だと思っておられる感じが出てます。次見ます。 A little ですね。これはここお手紙受け取ってるんですよ。そしてそのお手紙は、エスコさんが心待ちにしていた、待ちに待っていたニュースなんですよ。なのでティアラを貸された時、利宮様が二十歳を迎えられる、これは心待ちにしていた、待ちに待っていたニュースという意味になると思います。あとこのカードの意味次々と話させていただきますと、なんかね、より高い収入が得られるようになるとか、そんなことあるんですか、それとか、何か秘密が明らかになる、秘密が白日のもとにさらされるとか、秘密が暴露されるとか、そんな感じ。あとね、曖昧な態度っていう意味もあるんです。これはね、真実を隠すためとか、論争を避けるための言い逃れ、口実、逃げ口上を見つける、謎解きカードですねこれ、何か真実を隠すため、真実があるんですよティアラに関して。で、真実があるんですけど、それを隠すためとか、何かの論争になるのを避けるための言い逃れ、口実、逃げ口上があるんですけど、それが発見される、発覚するっていう感じ、白日のもとにさらされるっていう感じなんですよ。これ皆様どう受け止められますか、教えてください。次いきます。Servant Fortune ですね。ジョイフルネス、これやっぱり喜んで協力なさっている感じなんですよ。これティアラを貸されるということですね。で、このフォーチューンも幸運をおっしゃっている、そんな感じなので、なんかお祝い感が出てるんですけど、あとね、これ使用人のようなカードなんですけども、献身とか自己犠牲とかを表すんです。なので別に犠牲ではないですけれども、ご自分の宝物をお貸しになられるということで、貸されるということで、そんな感じ現れているのかなと思います。カードは何かを伝えるためにカード選んで出してくりますので、これは自己犠牲というか献身ですよっていうことを伝えているのかなって思います。次いきます。ハイアーナルズですね。やはりなんかお祝い感あるんですよ。これは長期にわたる成功を約束された新しい任務とか、ご公務始まりますので、これ陛下と利宮様って感じなんでしょうかね。で、状況は良くなっているとか、満を持しての認知を受け取ろうとしているとか、何かが好転しているとか、そんな意味があるんです。なので、この方の昨日からの昨日というのは前回のことなんですけども、のカードの出し方を見ておりますと、これ今回はっきり出されますので、なんかそれを思いますと、これはいいことを伝えておられるような感じするんですけど、お祝い感。ちょっと次も見ますね。はい、ほら
またフォーチューン、ね、幸運とかホープ、うん、Unexpected joy、 いいのばっかり、すごいいいのばっかりですこれ。でこれはもう愛とか幸福とか成功というのはあなたと共にありますねぐらいのカードなんです。でこのホープは好転する、で後ろに波あるんですけど、いい波が来てますねっていう感じなんですよ。でこちらもあなたが歩んでいくその道には、あの素敵なこと、喜び事が落ちていますと。であなたはもうただそれをね、かがんで拾うだけですよって言っているようなカードなんですよ。なんか本当に善と祝しておられるような、そんな感じですねこれ。陛下に対するカードとはえらい違いですねこれ。ちょっと次いきますね。あ、これそうそう6枚引いたんですよ。3-3でいきますね。Waiting Plans Delay Production、 これ英語はちょっとジェラシーですね。あ、なるほど。 Waiting、 待機とか待っているっていうことなんですよ。先ほどもでもなんか満を持してのってこんなのもありますし、なんかねレターの時も心待ちにしていたニュースなんですよね。なので待っているって感じが出ている、これいい意味かなと思うんですけどね。待機、待っている。でこのこちらプランズなんですよ。これはね、まあ、計画でしょ。でも実現の遅れとか、あの何か生産するもの、制作するのの遅れとかも表すんです。なのでなんかティアラの制作が遅れたとかあるんですか。いやいや、そういうこともあるかもしれないぐらいのカードです。何か実現が遅れている、そんな感じで、このジェラシーもなんか面白い出し方だなって思うのは、あの自分のご自分の所有物を守るためのちょっとした警戒心なんですよ。なのでティアラのことだと思うんです、お貸しするティアラ、何かを待っていた、でも実現の遅れ、計画で終わって、まあ、ティアラをお貸しすることになった、そんな感じなのかなとか、まあ、ちょっと今無理やり当てはめました。次の3枚見てみますね。これで何が出るかですね。ポストポンドミーティング、また遅れなんですよね。No worries 出ましたね。 Good player、 ちょっと光りますね、これずらします。これね、延期するっていう意味があるんですよね。何が遅れた、で心配ご無用って感じなんですよね。それはご自分が課されるからなんでしょうかね。ただこの3枚目のこのカードが、なんかねちょっと引かなきゃよかったじゃないですけど、なんか思うぐらいです、正直言って。これね、あの何か利益とか幸運を得ようとする行為なんですよ。ご自分が利益とか幸運を得ようとする行為、投機の意味があるカードなんですよ。あと good player なので、なんか、まあ、直訳しますと良い選手なんですけども、なんかね、だいたい投機というのは、あのなんか将来のね、この先のこの価格の変動を予期して、あのなんか売買の、そうなんていうか、利益の差額を受け取るような、なんかそんなことですよね。ね、そうですよね。なのでなんかね、ここちょっとお金をこういじってるんですけれども、なんかね、将来性を見てなんかしてるような、なんかそんな感じもするな。だから待っているの、違うか、待っているのはこちらでしたね、こちらでしたね。将来を待ってるのかなって今思ったんですけど、なんか遅れているって感じて、でも心配いりませんよ、ご無用ですよと。で投機、ご自分の所有物を貸す、ちょうど重なってますね、これ不思議にそうなるんですけど、そんな感じなのかな。
いやちょっとこれさ、この3枚なければとってもいい感じで終わったんですけど、この最後の1枚が、あ、なんか少しご自分のなんか利益というか、別にそれは収入じゃなくて、そのお金とかでなく、何かご自分の利益になるような、そんな感じが頭をかすめたのかなという感じ、うん、でしたね。だからこれね、2回弾きたくなったのかもしれないんですよ。そういうこともあるので、もうなんかね、こう本当そういうのあるんです。はい、ではちょっとここで置いておきますね。では次いきます。エスコさんの皇后様への思いです。あ、17番、聖一。これは不安定な村のある人、もうグラグラしてるんですよ。で、全面的に信頼できない人、あとはね、人の期待を裏切りそうな人っていう意味のあるカードです。なので、まあ、裏切りそうとかいうよりも、もうこれほど長いお付き合いになってきましたら、人の希望期待を裏切る人って思っておられるような感じがしますね。うん、次、不安定なとかいうのは、あのご病気のことがあるんじゃないかなと思うんですけれども、ウェイティングが逆、うーん、これはね、あの地位とか権力を得ている障害物、うん、妨害、ご自分のことを、障害、ご自分にとって障害になったり妨害したり、あとは邪魔になる、そんな感じ。だからこれ、ご自分のってそのまま当てはめなくても、まあ、皇室のという感じでしょうかね、うん、個人的にご自分のっていう、そんな障害妨害ちょっと違う気がしますので、地位を得た、地位は得てるんですよ、地位とか権力を得ていると思っておられるんですよ。で、なんだけれども、そういう地位のある障害、妨害するもの、あとね、こうなんか意地悪なカードなんですけど、あの大きく忘れられているっていう感じなんですよ。まあ、あなたという人はもう大きく忘れられていますよ的な感じ。あとは、共感とか意思の疎通ができない、そんな感じなんですよ。なので、共感できない、うん、まあ、まあこれは私の意見ですけれども、あの皇后様は共感できないと思います。で、意思の疎通ができないと思われても仕方がないと思いますね、うん、あのそんなお仲間には入らないので、皇后様は、うん、そこかな、そうかなと思います。あとは頑固と思っておられます、皇后様のこと、まあ、固くな、あと、税収という意味があるんですよ。なので、これやっぱり税金のなんかお金のことで共感できないんじゃないでしょうかね、うん、やっぱり完全になんか、まあ、完全にと言い切ってはいけませんが、この方お母様派ですね、うん、そんな感じしますよ。疑ってもいない感じですよね。次いきます。あ、To attract action ですね。Countryman Traveler ですね。 Meet woman、 あ、うん、やっぱりね、悪口っぽい。もうこれは注目を浴びるとか、注目を集めるとか、注目される人って感じなんですよ。で、こちらはあの旅行者、トラベラーなので、なので、あの旅行ばっかりしたがるみたいな感じなんじゃないでしょうか、外交、うん、と思います。で、これはズバリ嫌いな女です、うん、あの未亡人なんですけれども、嫌いな女っていう意味です。次、あ、アチェンジだ。これね、このカードとってもカラフルでしょ。で、私も初めて見た時はわーっと思ったんですよ。ところがこれね、実はすごいネガティブなんです、このカード。もうね、なんかガクってくるぐらいネガティブなんです。これね、何かが変わるだろうって思ってるんですよ。あ、チェンジ、
て、例えば職を失うとか、子供が家を出ていくとか、パートナーが他の人を愛するようになるとか、そんな感じって言われているカードなんですよ。なのでネガティブなんです。何かいい変化じゃないんですよ。なんかよからぬ変化が起こるような感じ。あとはね、動いているので新しい位置、そんなのも表しますし、何せね家庭関連のことを表すカードなんですよ。家庭関連の変化です。なので例えば立ち去るとか、誰か新しい人が引っ越してくるとか、あとねキャリアのことも表すんです。キャリアが変化する。あとは子供の変化、例えば子供のが学校を転校するとか、そんなことも告げるんですけれども、これが思念に出てきているっていうのは、何かそのこのネガティブですので、よからぬ変化が起こることを望んでいるかのようなカードですね、これは。次、デザイア、もうさっきからあーばっかり、これね、これとつながってます。よからぬ変化をなんか望んでいる感じ。マレディ、病気ですね。でマリッジか、これはご結婚だと思いますよ。年の宮様ではなく陛下と皇后様だと思いますよ。これね、なんかね、今の事実に反することを願っている。だからちょっとこれみたいなんですよ。例えば、これは私の意見ですよ。本当にそうだとは言いませんけれども、職を失ってしまえばいいのにとか、職というのは地位ですよね。そんな感じ。で、結構強く願ってるんですよ、これ。デザイアなので強く欲しているんですよ。でも、頭の中の空想ですよね。そんな感じ。あとこれは病気、病気も表しますし、なんか仕事の上でミスをする、そういう警告のあるカードなんです。でそれを出してくるっていうのは、何かそれを願っているような、こんな感じで、やはりこのご結婚がすごく衝撃なのかなって感じがしますね。でこのマリッジのカードは、もう皮肉にも長く続く、心を動かされるような関係、とてもいい関係を表してるんです。なのでその辺が、何かこの事実に反することが起こればいいのに的な思いなのかなって、大変意地悪な見方ですけれども、そう感じます。そう感じますね。なんかこれがこう直接、このご結婚が幸せに続けばいいのにとか、いいですねっていうような感じにはならないんですよ。でそうさせないためにも、カードはこれを先に出してきてるんですよね。ここにコツンと当たるこれ、ネガティブなカードを出してるんですよ。そういう知らせ方をしてきているって感じですね。次、ブーム、コンステンシー、エナミー、ね、これも、本当にね、この人ね、これもそうなんですけど、何かちょっとね、嫌な言い方になるけど、出ていけばいいのにぐらいの感じだと思うんですよ。これ部屋がらんとしてるでしょ、もう誰もいなくなればいいのにぐらいの感じがするんですよ。で、これは普遍のカードなんです。なのでこのように見えているんだと思います。これで私いつもとってもふてぶてしい女性に見えるんですけれども、なんかね、そんな風にこの方には見えてるんですよ。本当にこの方にはそういう風に見えていて、敵そのものなんですよ。競争とかライバル、競争相手、そういう感じなんですよ。これはもうどうしようもないです。もうそのように見えているので、もう間違いなくそう感じておられるので、こういう思いになるんですよ。なんかね、これどうしようもないですよね。ね、それかもう一つ、
これは事実かどうか私は分かりませんけれども、前回の動画のコメント欄にもたくさん皆様いろいろ教えてくださいまして、その中になんかお部屋をこの方がエスコさんがこそこそ嗅ぎ回って、でそれを JKG 様に知らせに行っているっていうのをなんかお聞きしたんですけれども、もしそれが事実ならそのことかもしれないです。これこそこそ見ておりますでしょ。でお部屋が出てきてるんですね。なのでなんかね、 そのことを表しているのかもしれないですし、ちょっと次のカード見ますね。クワグズシップフォックスだ。ほらなんかね、やっぱり良くないわ。これはね、そうな、印象的に皇后様のことを、なんかね、解決の難しい出来事とか、まあ、問題だと思っておられる。あとはこの方にとって皇后様は当てにならないものなんですよ。この1枚目から出ている、これも私、これは私の意見ですけれども、あくまで想像です。 JKG 様がいつもそうおっしゃってたんじゃないですか。こんな当てにならないとか不安定だとか、それもそのままもう信じきってしまって、そう思ってしまっておられる感じもしますね。あとはもう当惑させられている、もうこの不安定さにはって感じなんですよ。で疑惑も抱いてますし、この皇后様のことを事態を複雑にする要因だと思っている、それが出ています。でこれは現在ですね、現在の皇后様、皇后様は物事が動いてるんですよ。これ動いていますし、変化している、移行している、そんな感じなんですよね。そうですよね。もう年号まで変わっておりますので、そのことをそのまま感じていて、それでもフォックスが出てくるんですよ。後ろ暗い、間違っている、欠陥がある、そんな感じですよね。であとはごまかすための策略とか手口、これはね、なんかね、だからもう信じきってるんです。このごまかしているのも、もしかしたらまあご自分たちのことかもしれないですけれども、皇后様とそして陛下も、昨日の感じからいきますと、何かご自分たちを欺いていると思ってるんですよ。偽りとか嘘とか、もう思い込んでるんですよ。だからごまかすための策略とか手口、あと欺瞞、裏切りとか不信、こそこそするとか、あとはね、生意気なやつという意味があります。これ生意気なやつ、厚かましい人、自己顕示欲の強い人、自信過剰な人、そんな風に思っているというカードです。これなんですよ。もうこの方にとっては皇后様が、自己顕示欲が強くて自信過剰な人に見えてるんですよ。そういう風に出てます。どうしようもない、はい、それでは本日のリーディング以上にしておきます。ご視聴くださいましてありがとうございました。私はいつもいつも皆様のお幸せと愉快を応援いたしております。